マツダ、ボンゴ、ボンディワゴン。ハングマンのリーダー、ブラックが使用する黒いワゴン、事件の調査に使ったり、ハンギングの終了後、メンバー全員を乗せて帰るときに使用されることもあった。マツダ、RX7 リミテッド。マイトが乗るゴールドとブラックのツートンのスポーツカー、マイトが暴走させることが多く、活躍シーンは多かった。フォード、マスタング。第26話からマイトが乗るシルバーの3代目フォード、マスタング、ユーロデザインを採用したスポーティーカー。車内電話あり。マーキュリー・クーガー、XR7。第43話からマイトが乗るシルバーのマーキュリー、クーガー。尾行やターゲットをおびき出す時にも使用された。マツダ、カペラ 2000SGX。 ベニーが乗る2ドアハードトップの白い CB2 型のカペラ。マツダ、カペラ 2000SGX。 パンが乗るグリーンのフォードア CB2 型の3代目カペラ。ハンギングの道具として使われたこともある。マツダ、ファミリア 1500XG。第14話からタミーと共に登場した BD1051 型の赤いファミリア。タミーが激走する姿をよく見かけました。マツダ、RX7 リミテッド。第26話から登場したデジコンが乗る FB3 型のグリーンの RX7。シボレー、コルベット、スティングレー。マイトが乗る白のコルベット、スティングレー、車内電話あり。日産、サファリ、2ドア AD。 デジコンが乗る黄色の日産、サファリ。後部に無線などのハイテク装置を搭載し、メンバーとの通信や盗聴した音声を聞き取ったりする。日産、フェアレディ Z。 タミーが乗る S130 型黒2トンのフェアレディ Z。 キーバールーフにセンターボ 2x2。 日産レパード、和尚が最初に乗った F30 型のレパード。日産セドリック、番組中期に和尚が乗っていた430型の白のセドリック、ヨガが運転することもあった。トヨタ、ソアラ。 ET が乗るシルバーの初代ソアラ。トヨタ、ターセル。マリアが乗る白とシルバーの2トンの2代目ターセル。トヨタ、スプリンター。マリアの2代目の使用者、赤の5代目スプリンター。ヌンチャクも運転した。トヨタ、コロナ。チャンプが乗る白の8代目コロナ5ドア。フォルクスワーゲン、ビートル。チャンプの2代目の使用者、黒のフォルクスワーゲン、ビートル。トヨタ、ソアラにセンターボ。サファリが乗るタイガーキャブ1号車の初代の赤いソアラ。トヨタ、カローラ 1600SR。 クレイが乗るタイガーキャブ2号車の黒のカローラ。トヨタ、クラウン2センターボ。オショウが乗るタイガーキャブ3号車の白のクラウン2センターボ。スーパーサルーン、エクストラ、ジャッキーが運転したこともあった。トヨタ、カリーナ。パピオンが乗る赤のカリーナ T150K。 トヨタ、チェーサー。ファルコンが乗るチェーサー X70K。 トヨタ、クイックデリバリー。エジソンが乗るオークスルーバン。表の仕事では花の配達に使用されている。ハングマンの前線基地として活用され、メンバーが乗り込んで作戦の打ち合わせをしたり、ハンギングをするときはアンテナを伸ばしてテレビの電波をジャックし、ハンギングの様子を送信する。トヨタ、ソアラ。フラッシュが乗るツートンカラーのソアラ MZ20 型。ハングマン5号ではダブルやアンクルが運転した。トヨタ、MR2。スポットが乗るスポーティーカー白の MR2。トヨタ、ハイエース。アンクルが乗るワンボックスが、後部にハンギングの時に使用する装置を搭載している。